それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに知事から説明があります。よろしくお願いします。はい、まずインフルエンザノロウイルスの注意喚起についてです。インフルエンザについては全国的に例年より早めに流行のシーズンに入ったという発表がありました。大阪府においても先週から流行シーズンとなりました。府内の保育施設や小学校などではノロウイルス感染症などの感染性胃腸炎の集団感染が増えています。それぞれの施設などに対して保健所で聞き取り調査指導などを行っています。各自でも予防をお願いをいたします。予防にはうがい、マスクのほか手洗いが重要です。石鹸を使って流水でしっかりと洗ってください。他の人にうつさないように咳のエチケットも、意識してください。また履いたものを、清掃、除去、するときには感染を、防ぐためにマスク、手袋をし履いた場所の消毒を適切に行うなど十分に注意をしてください。これらの予防を徹底をして寒い冬でも健康に過ごしていただきたいと思っております。次に、淀川の周分を活用した魅力あふれる都市空間の創造についてです。大阪府では国土交通省、淀川沿いの自治体と連携をして大阪から京都までの淀川周分を復活をさせ、かつて宿場町として栄えた淀川沿いが広域的に魅力あふれる都市空間となるように取り組みを進めています。その一環として地方創生交付金を活用し、淀川沿いにある京海道の旧宿場町の町づくりに向けた調査検討を行います。宿場町から、船着き場から旧宿場町平方宿を結ぶアクセスや周辺の、景観の保全整備、民間企業の参画に向けた環境の整備などについて検証をします。天満橋の八軒屋浜の船着き場から平方宿の緊急用の、宿場町まで試験運行をし、今後の町づくりに、生かしていきます。実施日は来年の2月の12日です。今月の20日から試験運行の乗船者の募集を開始します。多くの方に参加いただき、淀川や淀川沿いの地域が持つ豊富な自然、歴史的、文化的資源を生かした町づくりについてご意見をお寄せください。なお第2弾は3月、森口地区を対象に実施予定です。また河川を活用した今回の取り組みなど、広域的な都市間連携による民間主導の街づくりを盛り込んだグランドデザイン大阪都市圏を取りまとめました。現在幅広く府民にの皆さんの意見を募集をしています。多くの意見をお待ちをしています。僕からは以上です。それではご質問を受けしたいと思います。まずはじめに幹事社の時事通信の安倍さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。淀川周辺の、ことなんですけれども、第2弾が3月って、2月11日に実施をするということなんですけれども、今後の、その後のスケジュールというのはどのようなスケジュールになっておりますでしょうか。その意見を伺うということになっているんですけれども、最終的にこの淀川周辺のまちづくりの計画などもいつぐらいに策定する予定なのか、ちょっとお伺いできればと思います。まず2月3月の枚方森内の試験運行の参加者から意見を、いただきます。その意見は淀川沿いの景観、船着き場から京海道までのアプローチ、京海道の景観などの意見をもらえて、これらを3月までに取りまとめます。来年度以降、これらの意見をもとに国や、地元市、民間企業、地域の方々などとともに順次事業化を図り、淀川の、この沿線、この全体の周運の活用した、魅力あふれる街づくりを進めていきます。関連になるんですが、グランドデザイン大阪都市圏ということで、その淀川周運の街づくりも含めたデザインを策定するということなんですけれども、
改めてこの、まあ、その創造的な都市圏 の創造的な空間を作るということなんですが、その改めて狙いをお伺いできればと思います。まあ、グランドデザイン大阪都市圏は関西全体を視野に、行政区域にとらわれずに河川や府県間の道路などの広域的インフラを生かした都市空間の大きな方向性を示すものです。まあ、その実現にあたっては民間主導の人物情報投資を呼び込むことで圧倒的な魅力を備えた都市空間の創造を目指すということです。発表項目外になるんですけれども、うん、今日も児童虐待の関係で、うん、社会福祉審議会で検証 の委員会が開かれましたが、うん、最近大阪府内でその児童虐待の問題が続発していると思いますが、行政間の連携とか警察との連携が不足しているのではないかというような指摘もありますが、知事 のお考えをお聞かせください。うん、やはり、そういう悲惨な結果に、なっていると。まあ、子どもたちがの命が、失われたりですね、また、長期の間行方不明のまま、殺されたのかそこまではっきりしないけども死体遺棄されている状況なんていうのは、これはやっぱりそういう状況があるということは行政の、連携不足でしょう。しっかり警察それから地元自治体とさらに、連携を深めて、そういう子どもたちの悲惨な子どもたちが悲惨な事件にね、巻き込まれ命を落とすことのないようにねしていきたいとこう思ってます。まあ、府警の方がその児童相談所との連携ということでその通報をしてもらいたいというような申し入れもするというように聞いてますけれども、具体的にはどのような形でその連携を図っていきたいというふうにお考えでしょうか。府警からの情報共有の申し入れというのはちょっとまだ今のところありませんので、府警からの情報共有の申し入れの内容をね、いただいた内容に沿うようにいただければその内容に沿うようにしっかり対応したいと思ってます。幹事長からは以上です。ありがとうございます。では次の質問お願いいたします。毎日放送の水野です。万博と IR に関して何件かお伺いしたいんですけれども、まあ、知事の中でですね、まあ、万博と IR、まあ、頭の中でどちらが先にこう、まあ、候補地として決まってほしいというお考えはありますでしょうか。いや、どちらが先に言っても万博は決まる時期決まってますから、これはあと1年半後ぐらいに、BIE の総会で決まるわけでね、そこまではまあこれパリだけじゃないんですけどトロントも、まあ、手を挙げそうというか、イギリスもそういう雰囲気あるらしいんで、だからもう万博は BIE での総会で1年半ぐらい、切磋琢磨しながら決まるということでしょう。で IR については、これから、基本法がほぼ今回通ればね、政府が各法で実施法をこれは国会に提案をすると。で実施法が通れば、いよいよね、そのエリア IR を実施する場所がね日本のどこなのか、でその実施するにあたって規制はこういうものが必要とか事業者はこういう協力をしなさいとかそういうものが決まってくる。ただ基本法の IR 基本法のは手続き法で1年以内に政府が実施法を提案するということになってますんで、まあほぼ同時期というかね、今から言うと1年半ぐらいの時期にね、その事業者と場所がはっきりしてくるのかなとこういうふうに思ってます。だからまあどっちが早いというより今の状況を見ればね、
それぞれ IR についても万博についても、まあ、そういう今申し上げたような時間軸で決まってくるのかなと思います。関連して、まあ、仮定の話で恐縮なんですけれども、もしまあ仮に万博が決まった場合ですね、まあ、万博が弾みになって、まあ、IR も大阪にという、まあ、考えと、まあ、万博が決まったことによって、まあ、国内の他の IR 候補を立候補しているエリアがありますので、今大阪2カ所ではなくて他のエリアに行ってしまうと、そういう懸念っていうのはございませんでしょうか。僕はまあ大阪が一番ね、可能性高いと思ってます。というのも、この間、まあ、知事になってもう5年以上過ぎましたけども、世界の IR のその事業者の皆さん、まあ日本のどのエリアよりも積極的に、大阪で、IR を実現したいという、そういう、アピール受けてますんでね、やっぱ大阪っていうのは、アジアの玄関口として関空もあるし、そのアジアの、まあ、そういう、玄関口としての大阪の持つポテンシャルというのは IR 事業者にとっては非常に魅力なんだろうなと思ってますから、やっぱり事業者がどこでやりたいかというのも非常に大事なポイントになってくるんで、まあ他の都市、多分横浜とかね、北海道もこの間 IR 議連で一緒になりましたけど、そういうエリアよりは、事業者にとっては魅力あるのが大阪だ、こういうふうに思ってるんで、まあ日本で何か所かの中には必ず、入れてもらえると思ってます。最後にありますけれども、もし今万博が大阪に決まらなかった場合ですね、まあ、急速にその IR に関して、まあ、インフラ整備も含めてなかなかその IR の方も候補地として魅力が失われていくのではないかと、そういう懸念というのはどうでしょうか。いや IR の事業者の皆さんは、僕が万博を打ち上げる前から、大阪夢洲で、ぜひやりたいんだということをおっしゃってたんで、その、まあ、万博の、あるなしはあまり事業者の皆さんには大きな、まあ、関心事ではないと思いますね。うん、次のご質問。産経新聞の山本です。お願いします。今の話で、IR の候補地に和歌山も手を挙げるというような話が出てまして、まあ、すぐお隣の県になるわけですけども、その辺の受け止めというか、どのようにお考えでしょうか。いや、もうそれは各ね、自治体の皆さんね、やっぱり和歌山も非常に経済が落ち込んでいってるところですし、人口減少も激しいんで、それは IR を誘致してね、その経済、和歌山経済をの起爆剤としたいというのは分かるけど、まあ、それはやっぱり首長として当然だと思います。やっぱり地域経済を活性化するというのは首長の役割なんで、それは分かるけど、まあ、最終的にはね、まあ、その事業者の皆さんがやっぱりの希望というものもあるし、大きな意味で、日本経済に一番貢献できるエリアはどこだということで、まあ国において、エリア選定されると思いますから、そこはね、まあ和歌山と切磋琢磨しながらね、僕は大阪で、の PR をしっかりやりたいと思ってます。だからもうここで和歌山ダメだとか言うとまた二階さんに怒られるし、うん、だからもう和歌山は和歌山で頑張ってもらったらいいと思います。でももう関西全体でね、僕らもその IR でこれからもっとインバウンド増えてくればね、僕自身が和歌山のアピールするしね、うん、和歌山って、まあ、日本で一番パンダの多いとこなんで、これはもう上野動物園でパンダ生まれたらね、もう全国ネットのニュースになるけども、
和歌山はあの、なんとかパーク、何やったかな、あれアドベンチャーワールド、しょっちゅうパンダ生まれてるんでね、うん、だからもう本当にこれはメディアの皆さんがね、和歌山のパンダをねどんどん宣伝してあげてほしいなと思います。うん、あれ昔新坂さんにちょっと申し入れたことあってね、天王寺動物園をリニューアルするときにあのパンダ貸してもらいたいと、でこれは和歌山とつながるんでって言ったんですけど、なかなかあのパンダはね移動できないらしいんでね、ちょっと無理でしたけど、まあだから関西という中でね、これ大阪そういうインバウンドの今 IR も含めて今好調に伸びてきてますから、僕はもう和歌山の宣伝もしていきたいと思ってます。あの今お話ありましたの二階幹事長が先ほどあの大阪市内講演しまして、知事市長知事とは大阪市長の話として、官邸にはよく行くけども政権与党自民党の方には党の方にはあまり来られてないんじゃないかというようなお話をされていました。その辺の受け止めちょっとお聞かせいただけますか。いやあんまりしょっちゅうそれ二階さんのとこ行っても二階さんにご迷惑かかるんじゃないかなと思うしね、うん、だってやっぱり僕ら政党は別なんで、政府とは中央政府と地方政府という中で、その行政を預かるトップとしてね、もう総理は中央政府の行政のトップなんで、僕は地方政府の行政のトップなんでね、そういう形で、国と地方が一体で、まあ、日本を盛り上げていこうと、まあ、大阪が良くなれば日本が良くなるというのが僕らの考え方なんで、いろいろとだから行政側の人間として接触をしっかりやってると、まあ、政党としてはね、僕はまあ違う政党なんで、二階、幹事長のところにねあまりこう、出没するとね、二階幹事長のご迷惑にもなるかもしれないと、まあ、そこはだから遠慮してるんです、うん、だから政党同士では、まあ今馬場幹事長なんてしょっちゅう二階幹事長のところにいろいろとご相談もさせてもらってるでしょうからね、うん、だから決して、その行かないことに対は別にありません。次のご質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。朝日放送の内田です。よろしくお願いします、うん、府立急性期病棟と住吉市民病院の統合の件なんですけど、市が住吉市民病院の跡地に来る民間病院に大体11億円ぐらいの補助金検討しているという話があったんですが、それは知事としてどう受け止められますか。それ、今度新しくできるね、急性期の病院のところ、大阪府の急性期病院のところにできる、母子、救急救命センター、まあ、仮称ですけど、それ一緒に作ることで大阪市の負担がどれだけ減るか分かってる。11億赤字になるというけど、府市一体であの急性期の病院を作ることで大阪市単体で住吉病院を作ることと比較すれば、運営費だけでも毎年ね、ほぼ5億ぐらいのね大阪市の負担は下げることができるわけよ。だから今回11億赤字って、それ府市一体でやることで毎年そもそも単体でやるよりは運営費だけで5億以上の、要は歳出削減につながってるんでね、これは全体を見たときには、これは僕と橋本市長で初めて話ですけど、全体を見た上ではこれは府市一体で、小児周産期医療を一元化したことの、メリットの方が大きいです。じゃあその補助金とか、あと民間病院が来る前に回収、住吉市民病院の建物を回収する費用とかを府市で折半するとかいう考えとかは終わりですか。それはあります。それはね、住吉病院を本来はあのエリアには、まあ、ベッド過剰エリアなんです。ベッド過剰エリア、でもやっぱり地域医療大事だということで、やっぱ大阪市は基礎自治体としてそれを残そうという判断をしたわけ で、それプラス、大阪市の病院局は
当時日陰規制をまあこう忘れてたというか検証しなかった。だから大阪市の病院局のこれはミスなんで、これはやっぱりミスした限りはそこが責任取るというのは当然でしょう。ただ全体見たときは住吉病院そのままで新しく建て替えて、継続させるよりよっぽどコストは税負担は抑えられています。ありがとうございます。次のご質問日刊工業新聞直樹です。万博の誘致についてなんですけれども、産業界、同友会関係連代表とちょっと足並みがこうあまり合ってないような気がするんです。それから、万博のサテライトをで開いていくという点で、京都とか兵庫県とかとやっていくという話を確か知事されたと思うんですが、その行政のその万博誘致に向けた反応と、それから、産業界におけるこの足並みを、知事はどう見ていらっしゃるか教えていただけますか。まあ、産業界もこの間、さまざまな形で関係連、同友会、代表、トップの皆さんとお話をしています。でも、ここまで来たら、パリに勝ち抜こうというような発言もいただいておりますので、これはもう心配、ご心配には及ばないと思います。一つにまとまっていきます。で、行政の関西の行政のこう首長との皆さんとの、万博に対しての、スタンスというのはもう広域連合で決意してますから、これはもう必ず成功させようということで広域連合 の各首長さん全員が賛同いただいておりますから、これはもう間違いなく行政は関西の行政組織は、積極的に、参加をいただけると思ってます。で、サテライトについてはこれからですよ。まず今は検討会、まだ国で立ち上がったばっかりで、12月に第1回やるわけですから、で、誘致委員会もこれから作るわけですから、これからね、極端に言えば、日本で万博やるということをパリで決まった後でもサテライト会場は間に合うんじゃないですか。あと、すみません、16日の会合に向けて何か期待することってありますか。いや、もう期待というよりもいよいよ、検討会が始まるんで、素晴らしいメンバーを経産省、国は選ばれたと思いますんで、その委員皆さんからね、活発なそういうアイデア、が、どんどんこうテーブルに載せていただけることを期待しています。他にございませんでしょうか。朝日新聞の矢吹です、IR について伺いたいんですけれども、以前、おっしゃったように依存症対策について、具体的にどのような、やり方があり得るだろうかっていうのをちょっともう一度改めて伺いたいんですけれども、今お考えの中でこういうやり方をした方がいいんじゃないかっていうお考えがありましたら、これは事例としてね、IR を実施されている国で取り組まれている例としては、依存症の方はまずは入れない、それと自国民が IR に入るときにはある一定のやっぱり入場料というものが課せられていると、その結果シンガポールそしてラスベガスでも IR ができたことによって、依存症が増えたという形は増えたということは、こう実証されていないというかね、増えていないということが実証されているということです、だからそれは一つの参考例とにはなるんでしょうね、それです、以前から時々知事パチンコ屋さんとなんか比較されることが時々あったかと思うんですけれども、そうしますとそのパチンコ屋さんとかについても、その合わせて
定義をはっきりさせたりとかですね、依存症対策についてパチンコ屋さん側となんか協議をしたりっていうのが改めて必要だとお考えになっているんですか。これはやっぱり国においてね、今一番依存症がの原因とされてるのはパチンコなんでしょ。でこれ朝日新聞もずっと連載やってたわけなんで、だからその依存症対策についてやはりそのパチンコ屋さんの、業界の皆さんとは、パチンコという業界がねこれから成り立っていくためにも業界としての自主規制みたいなものをしていかないと、これは棚ざらしに依存症対策を棚ざらしにしといて、業界まあ言うたら金儲け主義だけでは、逆にその業界パチンコ業界も僕はこれから継続が難しくなってくるとこう思いますから、やはり、依存症対策については、その業界の皆さんも積極的に参加する中でね、きちっとした対応というものが、なされるべきだと思います。その議論もするべきだと思ってる。で今までも依存症はあるんで、それは地方自治体としては、専門家を配置をしながら、依存症患者に対してのケアはやってます、アディクションセンターとか大阪府置いてらっしゃると思うんですけれども、うん、先ほどおっしゃったその依存症の人は入れないとか、そういうカジノと同じぐらいのこうルールがあってもいいんじゃないかとかまで思われます。まあ、やっぱりこれからね徹底して議論するときにはそういうことも考えなければならないと思いますよ、うん、だってねパチンコ屋さんのビジネスされてる人も仕事されてる人もその依存症患者がいっぱい出るパチンコ屋ですということになったらね、それはそのパチンコ屋何かあるのかなと、なかなかやっぱり家族にももうあの店には出入りしないやとかいろいろ言われるじゃないか、依存症じゃない人もやっぱり依存症の方々をきちっとケアして治療して、で健全な誘引してもらいたいと僕はそう思いますね。で依存症の人がパチンコ屋に行かないからってパチンコ屋潰れるわけでも何でもないんでね、やっぱりこれは今はまあちょっとグレーな業界ですから、だからまあきちっとそういう形で健全なね遊戯施設として、社会に認められる、そういう業界に逆に育ってもらいたいと思いますね。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。それでは政務に関するご質問をお願いします。ちょっと今の続きなんですけど、以前ツイッターなどで、橋本顧問がカジノ法が通れば、パチンコの規制を見直すことができるみたいな趣旨のことをつぶやいたことがあったんですけれども、その辺で松井代表もなんか共通の認識を持っていらっしゃるみたいなのがあるんですか。これ今回この IR 法で、依存症についてまあさまざまな懸念が示されているわけなんで、じゃあ今依存症はどこに一番多いのという話をすれば、現状の依存症そのままというわけにいかんじゃないですか。 IR の依存症はこういう対応するけども、でも現存の依存症は実際あるわけで、それに対して何らかの法規制が
必要ということであれば国会でそれを決めなければならないし、ね、だからこの際依存症に対して、その今までねこう棚ざらしになってるというか見て見ぬふりしてたところもある、だからそれをきちっとやっぱり議論すべきだと思いますよ。パチンコの3点方式って松井知事はどういうふうに認識されたんですか？3点方式、ああ、その景品をもらって、だからまああれでね、福祉の団体に一部還元されてるのも事実、うん、なんですよ。でもまあ一応あれは、ちょっとこう非常にグレーな、ところがありますよ。うん、それに変えればキャッシュもらえるわけなんでね、うん、だからそういうところもこれ明確にね、国会においてこれから議論すればして、はっきりさせていくべきだと僕はそう思います。ただまあ福祉団体にあの部分で仕事が出てるということもこれも踏まえながら議論すべきだと思います。なんか党としてこのカジノの議論を進めていく中でその話を党として依存症対策の議論は党としてきちっとやっていきます。これまでもやってきました。はい、よろしいでしょうか。他党のことになりますけども、昨日自民党の都連が小池知事を支援した7名について除名処分という形で出しましたけど、うん、小池さんについては処分はなかった。うん、自民党は筋が通ってるんじゃないですか。要は、都連が、党としての方針に逆らって、侍と称される方々が、自民党が推薦した候補以外を選挙で応援したわけですから、それに対しての罰則というのはもうその党が自民党側としてはあるわけで、だからこの間、まあ、そこをこう、なんていうか、うやむやしてきたところの方がね、ちょっとおかしいと思ってたんで、まあ、これは処分した側は、筋が通ってると思いますね、うん、そちら側の筋はとしてはそうなんでしょう、うん、ただ、まあ、ちょっともう、侍の皆さんも本当に、ちょっともう本当、かわいそうというかね、うん、要は、それは誰のためにって言った小池さんのためにあったわけで、ところがその小池さんは党籍をまだお持ちのままね、民進党の大会にも出てるわけなんでね、だからまあ侍の皆さん、非常に、ちょっとこう、なんか置いてきぼりになってるような感じするけど、でもまあ侍やからね、武士道っていうのはそういうことなんかなと、何ら見返りを求めてやったわけじゃないというのが武士道やろうから、やったことに対して自分たちはもうこれで、その何ら悔いなしで都民のために、選挙やったわけですからね、うん、だからもうそういうことも十分処分されることも覚悟してたということをおっしゃってるわけですから、まあそれに、そういう理不尽に耐えてこそまあ武士道と本当の侍にこれからなっていかれるんちゃうかなと思いますね。維新としても今後来年の都議選に向けて、まあ、候補者を進めるということですけれども、はい、この、まあ、7人との連携、あるいは、まあ、小池都知事との連携についてのお考えというのは現時点でどうでしょうか。これはもうまずはね、行財政改革やるかどうかで、そういう思いを共有できる人とは、しっかり連携していきたいと思いますけど、小池さんが、どうなのかということになると全く僕には見えないんで、今の時点で政策も、こう一致するかどうかわからない中でね、連携するとかしないとか、そんなことををこう、まあ、考えれる状況にはありません。関連で先ほど その筋を通すという意味では、小池さんも自民党席を、自民党席から外れるべきだと
されるのか。いや、まあそれはもう小池さんの自分で決められることなんでね、もうあの僕がまあ外れ外れへんって言うたら人のことほっといてって言われるんでね、うん、ただおっぱい僕やったら外れるわな。だって小池さんのためにやった7人は処分されて、うん、あの一番の親分はいやーやっぱり党籍持って民進ともあのちょっと仲良するんやって言われたら、うん、まあ7人の侍ほんまに踏んだり蹴ったりやろうなと思うからね。まあでも侍ですから彼らはそのぐらいは耐えれるでしょう。あのおとといですかね、あの大阪市会の方であの地下鉄の民営化についてあの、まあ、自民党の会派がミス、あの民営化を株式会社化にしたいというようなですね、まあ、追加要望というようなものだったというのは、そのあたりどういうふうに言ってますか。まあ、表現だけはね、別に、まあ、株式会社化だろうが民営化だろうが、別にいいと思いますけど、うん、でも株式会社になったらもう将来的には大阪府はあの出資法人であった OTK の株式完全売却をしたわけ で完全民営化になればあの利用者の料金下がったわけですから、ね、でサービスは良くなってるわけですから、やっぱり、利用者のこと、そして、その株式が完全民営化になればそのお金を使って今ずっと長年止まってきた、広域の大都市としての、鉄道とか道路のインフラ整備動かしてこれたわけですからね、うん、だからやっぱりそっちへ、行くべきだと思います、うん、だからまあ、 あの表現はどっちでもいいですけどね、ただ単に株式会社で、株持ってるだけやったら大阪府の OTK もそうだったようにこれ天下り先ですよ、うん、これは市民にとって、まあ、理解されないと思いますね、市民の皆さんから。まあ、法定供の措置を引き合いにですね、まあ、廃止条例案の方ですね、まあ、ちょっと天秤にかけられるような感じもあるんですけれども、そのあたり改めてどういうふうに。でも自民党は自分党やから、自分の身分守りたいために、もうどうしても都構想だけは嫌なんです。総合区の合区の総合区も嫌なの。なぜかと自分の選挙区守りたいからです。もう分かりきってるわけですよ。で彼らはねよく僕らにね、5月17日の民意をね無視してるとこう言うけど、これは彼らはほんな11月22日の民意はどう捉えてるのかと、それと5月17日彼らが言ってたことはまさに都構想分からない人議論を続けましょうやったんです。そういう人は反対しておきましょうということも彼ら言ってたわけです、うん、だからもうとにかくね、まあ、もう身分にしがみついて、大阪の自民党はもう本当にね政治家の身分にもうどっぷり使って、そこはあまりにも優遇厚遇これまで何十年され続けてきた、まさに保身の塊になってしまったね。まあだからこそ僕は自民党辞めたいけどね、もういい加減ね市民府民の本当にその方を向いてね、もう身分にこだわらず、まさに大阪のその自民党こそね、もう武士に、なってもらいたいと、うん、侍に、もう東京、区議をねもう見習ったらいいなと思います、うん、すみません共同通信の話ですが、ちょっと東京維新の会の話に戻るんですけども、まあ、今度は18日の軸の会議ということで、まあ、ちょっと小池さんの動き自体はまだ決まってないところがあると思うんですが、まあ、一部の見方ではですね、小池新党への牽制ではないかという見方はあるんですけども、その辺の意図とか狙いっていうのはあるんでしょうか。いや小池新党に牽制なんかしてないと、もう我々も もうあと半年後の都議会選挙戦わなあかんから、それは自分たちでそういう候補者発掘していく、で大阪の改革というのはこういうことで、これを改革するにあたってやっぱり政治家は、こういう覚悟を持って臨んできたんやということを伝えないと、俺はもうで即戦力にならないと、それは東京都もこれから金いりますよ、
人口がどんどん増えていくということは社会資本整備にも金かかるということなんですから、だから東京都もやっぱり徹底した、そういう構造改革をやって財源を生み出して、これやっぱり5年10年20年見越した、さまざまな、都市計画も必要やし、社会資本の再構築も必要やし、福祉やとか教育への備えもいると思うんでね、だからそういうことを、即戦力として議会でね活動できるメンバーを、まあ、発掘をし都議会に送り込みたいと思っています。先ほどその小池さんの、まあ、改革への姿勢っていうのが見えないというのをおっしゃってましたけれども、まあ、就任して、まあ、しばらく経ちますけれども、この間 の、 その小池さんの姿勢というのはどういうのを見られたんでしょうか。まあまあ、ちょっと100点、小池さん自身も100点じゃないと思うけど、オリンピックも、オリンピックについてはね、言っても、500億以上の財源をこう、まあ、要はもったいないということで、その経費を圧縮したわけで、これはやっぱり、小池さんの、まあ、手柄やと思いますよ、ただ、豊洲はちょっとわからんと。だからオリンピックで生み出してきた財源と豊洲を延期することでかかる経費はだいたい政務ぐらいになるのかなと、要はね、行政ってやっぱり結局最終的にはお金の話、財源の話なんだ。それは知事や市長が自分のポケットマネーでやってるんじゃないし、日本は資源売ってるわけじゃないから、要は結局は東京都においたら都民の皆さんの税なんだ。これがマイナスになれば都民の負担なんですから、だからまあオリンピックでぐっと抑えて、で豊洲でやっぱりこれ延長する、延期してる間にやっぱり経費かかっていくという状況ね、になってると。だからまあ豊洲については早く決断をされる方がいいんじゃないかなと。まあ要は築地と比べてね、どっちが安全なのかっていうのが僕はそこを検証すればね、答え早いと思うんだけどね。都議選で、まあ、仮に、まあ、候補者擁立した場合というか、まあ、当選した後もそうだと思うんですけども、ただその現職知事へのスタンスというのは、まあ、打ち出さないといけないと思うんですけれども、その場合こうどういった表現で選挙戦うんだろうか。同じですよ。全然引きです。ええ、もちろん。だから今僕が言ったように、まあ、オリンピックについてはそれだけ財源を生み出したわけですから、経費を抑えたわけですから、これはやっぱり小池さんの、成果、ただ豊洲がよくわからんということを、まあ、僕が都議会やったらそこは追及するよね。この経費はやっぱりどうするんですかと、まあ、都民の食の安全というならやっぱりじゃあ本来まず築地と比べてどうなんですかということを、築地のもう、まあ、いろいろ専門家の皆さん聞くと非常に、老朽化も激しいし、の今の環境基準でいくとベンゼンとかは築地の方が多いという話もあるんで、まあ、そういうところをきちっとね、やっぱり築地とまず比べてどちらがよりベターなのかということをね、早く、こう都民の皆さんに知らせるべきだと思います。はい、これで終了させていただきます。ありがとうございました。一部還元されてるのも事実、なんですよ。でもまあ一応あれは、ちょっとこう非常にグレーなところがありますよ、それに変えればキャッシュもらえるわけなんでね、だからそういうところもこれ明確にね、国会においてこれから議論すればして、まあ、はっきりさせていくべきだと僕はそう思います。ただまあ福祉団体にあの部分で仕事が出てるということもこれも踏まえながら議論すべきだと思います。党としてカジノの議論を進めていく中で、その話を党としてテーマ依存症対策の議論は党としてきちっとやっていきます。これまでもやってきました。ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか。他党のことになりますけれども、昨日あの自民党の都連があの小池知事を支援した7名について除名処分という形で出しましたけれども、うん、小池さんについては処分はなかった、うん、それについてどのように思っていらっしゃる。自民党は筋が通ってるんじゃないですか。あの要は、都連があの党としての方針に逆らって、まあ、侍と称される方々が自民党が推薦した候補以外を選挙で応援したわけですから、それに対しての罰則というのはもうその党が自民党側としてはあるわけで、だからこの間まあそこをこう何ていうかうやむやしてきたところの方はねちょっとおかしいと思ってたんで、まあこれは処分した側は筋が通ってると思いますね。うん、あのそちら側の筋はとしてはそうなんでしょう。ただまあちょっともう侍の皆さんも本当にちょっともう本当かわいそうというかね、うん、要はそれは誰のためにって言ったら小池さんのためにあったわけで、ところがその小池さんは党籍をまだお持ちのままね、まあ民進党の大会にも出てるわけなんでね、だからまあ侍の皆さん、うん、非常にうん、ちょっとこう、なんか置いてきぼりになってるような感じするけど、でもまあ侍やからね、武士道っていうのはそういうことなんかなと、うん、何ら見返りを求めてやったわけじゃないというのが武士道やろうから、やったことに対して自分たちはもうこれで、その何ら悔いなしで都民のために、選挙やったわけですからね、うん、だからもうそういうことも十分処分されることも関係あるんちゃうかなと思いますね。維新、うん、としても今後来年の都議選に向けて、まあ、候補者を進めるということですけれども、はい、この、まあ、7人との連携あるいは小池都知事との連携についてのお考えというのは現時点でいかがでしょうか。これはもうあのまずはね行財政改革やるかどうかで、そういう思いを共有できる人とは、うん、しっかり連携していきたいと思いますけど、小池さんが、どうなのかということになると全く僕には見えないんで、今の時点で政策も、こう一致するかどうかわからない中でね、連携するとかしないとか、そんなことををこう、まあ、考えれる状況にはありません。関連です。先ほど その筋を通すという意味では小池さんも自民党席を自民党席から外れるべきだと。いやまあそれはもう小池さんの自分で決められることなんでね、もう僕がまあ外れへんって言うたら人のことほっといてって言われるんでね、うん、ただおっぱい僕やったら外れるわな。だって小池さんのためにやった7人は処分されて、一番の親分はいやーやっぱり党籍持って民進ともちょっと仲良するんやって言われたら、まあ、7人の侍ほんまに踏んだり蹴ったりやろうなと思うからね。まあでも侍ですから彼らはそのぐらいは耐えれるでしょう。おとといですかね、大阪市会の方で地下鉄の民営化について自民党の会派がミス民営化を株式会社化にしたいというようなですね、まあ、追加要望というようなものだったと思いますが、そのあたりどういうふうに言ってたんですか。まあ、表現だけはね別に、まあ、株式会社化だろうが民営化だろうが別にいいと思いますけど、うん、でも株式会社になったらもう将来的には大阪府は出資法人であった OTK の株式完全売却をしたわけ で完全民営化になれば利用者の料金下がったわけですから、ね、でサービスは良くなってるわけですから、やっぱり、利用者のこと、そして、その株式が
完全民営化になればそのお金を使って今、ずっと長年止まってきた、広域のそれ、今度新しくできるね、急性期の病院のところ、大阪府の急性期病院のところにできる、母子、救急救命センター、まあ、仮称ですけど、それ一緒に作ることで大阪市の負担がどれだけ減るか分かってる？11億赤字になるというけど、府市一体で急性期の病院を作ることで大阪市単体で住吉病院を作ることと比較すれば、運営費だけでも毎年ね、ほぼ5億ぐらいのね、大阪市の負担は下げることができるわけよ。だから今回11億赤字って、それ府市一体でやることで毎年そもそも単体でやるよりは運営費だけで5億以上の、要は歳出削減につながってるんでね、これは全体を見たときには、これは僕と橋本市長で始めた話ですけど、全体を見た上ではこれは府市一体で、小児周産期医療を一元化したことの、メリットの方が大きいです。じゃあその補助金とか、あと民間病院が来る前に回収、住吉市民病院の建物を回収する費用とかを府市で折半するとかいう考えとかは終わりですか？それはあります。それはね、住吉病院を本来はあのエリアにはまあ、ベッド過剰エリアなんです。ベッド過剰エリア、でもやっぱり地域医療大事だということで、やっぱ大阪市は基礎自治体としてそれを残そうという判断をしたわけ でそれプラス、大阪市の病院局は当時日陰規制をまあこう忘れてたというか検証しなかった。だから大阪市の病院局のこれはミスなんで、これやっぱりミスした限りはそこが責任取るというのは当然でしょう。ただ全体見たときは住吉病院そのままで新しく建て替えて、継続させるよりよっぽどコストは税負担は抑えられています。ありがとうございます。次のご質問日刊工業新聞直樹です。万博の誘致についてなんですけれども、産業界、同友会関係連代表とちょっと足並みがこうあまり合ってないような気がするんです。それから万博のサテライトをで開いていくという点で、京都とか兵庫県とかとやっていくという話を確か知事されたと思うんですが、その行政鉄道とか道路のインフラ整備動かしてこれたわけですからね、だからやっぱりそっちへ、行くべきだと思います。だからまあ表現はどっちでもいいですけどね。ただ単に株式会社で株持ってるだけやったら、大阪府の OTK もそうだったように、これ天下り先ですよ、これは市民にとって、まあ理解されないと思いますね、市民の皆さんから。まあ、法定供の措置を引き合いにですね、まあ、廃止条例案の方ですね、が、まあ、ちょっと天秤にかけられるような感じもあるんですけれども、そのあたり改めてどういうふうに。でも自民党は自分党やから自分の身分守りたいためにもうどうしても都構想だけは嫌なんです。総合区の合区の総合区も嫌なんです。なぜかと、自分の選挙区守りたいからです。もう分かりきってるわけです。で彼らはね、よく僕らにね、5月17日の民意をね無視してるとこう言うけど、これは彼らはほんなら11月22日の民意はどう捉えてるのかと。それと5月17日彼らが言ってたことはまさに都構想分からない人、議論を続けましょうやったんです。そういう人は反対しておきましょうということも彼ら言ってたわけです。だからもうとにかくね、もう身分にしがみついて、大阪の自民党はもう本当にね、政治家の身分にもうどっぷり使って、そこはあまりにも優遇厚遇これまで何十年され続けてきた、まさに保身の塊になってしまったね。まあだからこそ僕は自民党辞めたんやけどね、もういい加減ね、市民府民
の本当にその方を向いてね、もう身分にこだわらず、あ、まさに大阪のその自民党こそね、もう武士に、なってもらいたいと、侍に、もうあの東京、区議をね、もう見習ったらいいなと思います。うん、すみません、共同通信の話ですが、ちょっと東京維新の会の話に戻るんですけれども、まあ、今度は18日の軸の会議ということで、まあ、ちょっと小池さんの動き自体はまだ決まってないところがあると思うんですが、まあ、一部の見方ではですね、小池新党への牽制ではないかという見方はあるんですけれども、その辺の意図とか狙いっていうのはあるんでしょうか。小池新党に牽制なんかしてないと。もう我々も もうあと半年後の都議会選挙戦わなあかんから、それは自分たちで、そういう候補者発掘していく。で、大阪の改革というのはこういうことで、これを改革するにあたってやっぱり政治家は、こういう覚悟を持って臨んできたんやということを、住吉病院を作ることと比較すれば、運営費だけでも毎年ね、ほぼ5億ぐらいのね、大阪市の負担は下げることができるわけよ。だから今回11億赤字って、それ府市一体でやることで毎年そもそも単体でやるよりは運営費だけで5億以上の、要は歳出削減につながってるんでね、これは全体を見たときには、これは僕と橋本市長で初めて話ですけど、全体を見た上ではこれは府市一体で小児周産期医療を一元化したことの、メリットの方が大きいです。じゃあその補助金とか、あと民間病院が来る前に回収、住吉市民病院の建物を回収する費用とかを府市で折半するとかいう考えとかは終わりですか。それはあります。それはね、住吉病院を本来はあのエリアにはベッド過剰エリアなんです。ベッド過剰エリア、でもやっぱり地域医療大事だということで、やっぱ大阪市は基礎自治体としてそれを残そうという判断をしたわけ でそれプラス、大阪市の病院局は当時日陰規制をまあこう忘れてたというか検証しなかった。だから大阪市の病院局のこれはミスなんで、これやっぱりミスした限りはそこが責任取るというのは当然でしょう。ただ全体見たときは住吉病院そのままで新しく建て替えて、継続させるよりよっぽどコストは税負担は抑えられています。ありがとうございます。次のご質問日刊工業新聞直樹です。万博の誘致についてなんですけれども、産業界同友会関係で代表とちょっと足並みがこうあまり合ってないような気がするんです。それから、万博のサテライトをで開いていくという点で、京都とか兵庫県とかとやっていくという話を確か知事されたと思うんですが、その行政 の、その万博誘致に向けた反応と、それから、産業界におけるこの足並みを知事はどう見ていらっしゃるか教えていただけますか。まあ、産業界もこの間、さまざまな形で関係連、同友会、代表、トップの皆さんとお話をしています。でも、ここまで来たら、パリに勝ち抜こうというような発言も忘れてたというか検証しなかった。だから大阪市の病院局のこれはミスなんで、これやっぱりミスした限りはそこが責任取るというのは当然でしょう。ただ全体見たときは住吉病院そのままで新しく建て替えて、継続させるよりよっぽどコストは税負担は抑えられています。ありがとうございます。次のご質問日刊工業新聞直樹です。万博の誘致についてなんですけれども、産業界同友会関係連代表とちょっと足並みがこうあまり合ってないような気がするんです。それから、
万博のサテライトをあので開いていくという点で、京都とか兵庫県とかとやっていくという話を確か知事されたと思うんですが、その行政 の、その万博誘致に向けた反応と、それから、産業界におけるこの足並みを、知事はどう見ていらっしゃるか教えていただけますか。まあ、産業界もこの間、さまざまな形で関係連、同友会、大小トップの皆さんとお話をしています。でもここまで来たら、パリに勝ち抜こうというような発言もいただいておりますので、これはもう心配、ご心配には及ばないと思います。一つにまとまっていきます。で、行政の関西の行政のこう首長との皆さんとの、万博に対しての、スタンスというのはもう広域連合で決意してますから、これはもう必ず成功させようということで広域連合 の、 各首長さん全員が賛同いただいておりますから、これはもう間違いなく行政は関西の行政組織は、積極的に、参加をいただけると思ってます。で、サテライトについてはこれからですよ。まず今は検討会、まだ国で立ち上がったばっかりで、12月に第1回やるわけですから、で、誘致委員会もこれから作るわけですから、これからね、極端に言えば日本で万博やるということをパリで決まった後でもサテライト会場は間に合うんじゃないですか。あと、すみません、16日の会合に向けて何か期待することってありますか。いや、もう期待というよりもいよいよ、検討会が始まるんで、素晴らしいメンバーを経産省国は得るんで、他の都市、多分横浜とかね、北海道もこの間 IR 議連で一緒になりましたけど、そういうエリアよりは、事業者にとっては魅力あるのが大阪だ、こういうふうに思ってるんで、日本で何箇所かの中には必ず、入れてもらえると思ってます。最後にありますけれども、もし今万博が大阪に決まらなかった場合ですね、急速にその IR に関して、インフラ整備も含めてなかなかその IR の方も候補地として魅力が失われていくのではないかと、そういう懸念というのはどうでしょうか。いや、 IR の事業者の皆さんは、僕が万博を打ち上げる前から、大阪夢洲で、ぜひやりたいんだということをおっしゃってたんで、万博の、あるなしはあまり事業者の皆さんには大きな、関心事ではないと思いますね。次のご質問。産経新聞の山本です、お願いします。今の話で、IR の候補地に和歌山も手を挙げるというような話が出てまして、で、すぐお隣の県になるわけですけども、その辺の受け止めというかどのようにお考えでしょうか。いや、もうそれは各ね、自治体の皆さんね、やっぱり和歌山も非常に経済が落ち込んでいってるところですし、人口減少も激しいんで、それは IR を誘致してね、その経済、和歌山経済をの起爆剤としたいというのは分かるけど、それはやっぱり首長として当然だと思います。やっぱり地域経済を活性化するというのは首長の役割なんで、それは分かるけど、最終的にはね、その事業者の皆さんがやっぱりの希望というものもあるし、大きな意味で、日本経済に一番貢献できるエリアはどこだということで、国において、エリア選定されると思いますから、そこはね、和歌山と切磋琢磨しながらね、僕は大阪で、の PR をしっかりやりたいと思ってます。だから、もうここで和歌山ダメだとか言うと、
また二階さんに怒られるし、うん、だからもう和歌山は和歌山で頑張ってもらったらいいと思います。でももう関西全体でね、地域会社で株持ってるだけやったら、大阪府の OTK もそうだったように、これ天下り先ですよ、うん、これは市民にとって、まあ理解されないと思いますね、市民の皆さんから。まあ、法提供の措置を引き合いにですね、まあ、廃止条例案の方ですね、がまあちょっと厚みにかけられるような感じもあるんですけれども、それに先改めてどういうふうに。でも自民党は自分党やから、自分の身分守りたいためにもうどうしても都構想だけは嫌なんです。総合区の合区の総合区も嫌なんです。なぜかと、自分の選挙区守りたいからです。もう分かりきってるわけです。で、彼らはね、よく僕らにね、5月十何日の民意をね無視してると、こう言うけど、これは彼らはほんな11月22日の民意はどう捉えてるのかと。それと5月17日彼らが言ってたことは、まさに都構想分からない人、議論を続けましょうやったんです。そういう人は反対しときましょうということも彼ら言ってたわけです、うん、だからもうとにかくね、もう身分にしがみついて、大阪の自民党はもう本当にね、政治家の身分にもうどっぷり使って、そこはあまりにも優遇厚遇これまで何十年され続けてきた、まさに保身の塊になってしまったね。まあだからこそ僕は自民党辞めたんやけどね、もういい加減ね、市民府民の本当にその方を向いてね、もう身分にこだわらず、まさに大阪のその自民党こそね、もう武士に、なってもらいたい、侍に、もう東京、区議をねもう見習ったらいいなと思います、うん。すみません、共同通信の話ですが、ちょっと東京維新の会の話に戻るんですけども、まあ、今度は18日の軸の会議ということで、まあ、ちょっと小池さんの動き自体はまだ決まってないところがあると思うんですが、まあ、一部の見方ではですね、小池新党への牽制ではないかという見方はあるんですけども、その辺の意図とか狙いっていうのはあるんでしょうか。いや、小池新党に牽制なんかしてないと。もう我々 もうあと半年後の都議会選挙戦わなあかんから、それは自分たちで、そういう候補者発掘していく。で、大阪の改革というのはこういうことで、これを改革するにあたってやっぱり政治家は、こういう覚悟を持って臨んできたんやということを伝えないと。俺はもうで即戦力にならないと。それは東京都もこれから金いりますよ、人口がどんどん増えていくということは社会資本整備にも金かかるということなんですから。だから東京都もやっぱり徹底したんがやっぱりの希望というものもあるし、大きな、意味で、日本経済に一番貢献できるエリアはどこだということで、まあ国において、エリア選定されると思いますから、そこはね、まあ和歌山と切磋琢磨しながらね、僕は大阪で、の PR をしっかりやりたい、思ってます。だからもうここで和歌山ダメだとか言うとまた二階さんに怒られるし、うん、だからもう和歌山は和歌山で頑張ってもらったらいいと思います。でももう関西全体でね、僕らもその IR でこれからもっとインバウンド増えてくればね、僕自身が和歌山のアピールするしね、うん、和歌山ってまあ日本で一番パンダの多いとこなんで、これはもう上野動物園でパンダ生まれたらね、もう全国ネット のニュースになるけども、和歌山はなんとかパーク、何やったかな、あれアドベンチャーワールド、しょっちゅうパンダ生まれてるんでね、だからもう本当にこれはメディアの皆さんがね、和歌山のパンダをねどんどん宣伝してあげてほしいなと思います、あれ昔新坂さんにちょっと申し入れたことあってね、天王寺動物園をリニューアルするときにパンダ貸してもらいたいと。でこれは和歌山とつながるんでって言ったんですけど、なかなかパンダはね移動できないらしいんでね、ちょっと無理でしたけど、まあだから関西という中でね、これ大阪
そういうインバウンドの今 IR も含めて今好調に伸びてきてますから、僕はもう和歌山の宣伝もしていきたいと思ってます。あの今お話ありましたの二階幹事長が先ほどあの大阪市内講演しまして、知事市長知事と大阪市長の話として、官邸にはよく行くけども政権与党自民党の方には党の方にはあまり来られてないんじゃないかというようなお話をされていましたが、その辺の受け止めちょっとお聞かせいただけますか。いやあんまりしょっちゅうそれ二階さんのとこ行っても二階さんにご迷惑かかるんじゃないかなと思うしね、うん、だってやっぱり僕ら政党は別なんで、政府とは中央政府と地方政府という中で、その行政を預かるトップとしてね、もう総理は中央政府の行政のトップなんで、僕は地方政府の行政のトップなんでね、そういう形で、国と地方が一体で、まあ、日本を盛り上げていこうと、まあ、大阪が良くなれば日本が良くなるというのが僕らの考え方なんで、いろいろとだから行政側の人間として接触ぐらいのこうなんですか、ルールがあってもいいんじゃないかとかまでも思われます。まあやっぱりこれからね徹底して議論するときにはそういうことも考えなければならないと思いますよ、うん、だってねあのパチンコ屋さんのビジネスされてる人も仕事されてる人もその依存症患者がいっぱい出るパチンコ屋ですということになったらね、そらそのパチンコ屋何かあるのかなと、なかなかやっぱり家族にももうあの店には出入りしないやとかいろいろ言われるじゃないか、依存症じゃない人もやっぱり依存症の方々をきちっとケアして治療して、で健全な遊戯にしてもらいたいと僕はそう思いますね。で依存症の人がパチンコ屋に行かないからってパチンコ屋潰れるわけでもなんでもないんでね、やっぱりこれは今はまあちょっとグレーな業界ですから、だからまあきちっとそういう形で健全な、ね、遊戯施設としてこう社会に認められる、うん、そういう業界に逆に育ってもらいたいと思いますね。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。それでは政務に関するご質問をお願いします。はい。ちょっと今の続きになるんですけど、うん、以前ツイッターなどで、ですね、橋本顧問がカジノ法が通れば、うん、パチンコの規制を見直すことができるみたいな趣旨のところをつぶやいたことがあったんですけれども、うん、その辺で松井代表もなんか共通の認識を持っていらっしゃるこれ今回この IR 法で、